だから、うん、かけたい、だからそういうね、あの、うん、なんか小屋みたいのを春日が本当作ったらいいと思うんだ。なんで私なのよ。だったらその若林さんも参加してもらって我々で作る。それはダメなの。いやなんでだ、オードリーで立てる。俺がそんなことをやったら、うん、出る杭にバリバリになって叩かれるんですよ。でも春日ってバーチャルな存在だから。いやいや、お前がこんなに現実的に存在してんのに東京の事務所をまとめますよって言って、うん、あの劇場を作ったら、うん、もうファンタジーのままいけるから誰もお前を叩かないから。だってお前はみんなにバカだと思われてるから。ちょっと待ってくれよ。おい、なんかバカがまた言ってんぜみたいな思われるから。誰も聞いてくんねえじゃんか、バカだと思われてたら。いや、ごめん、今は冗談で、今やお前はね、東大をね、受ける受験生だから、誰もバカだと思ってないと思う。いや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 。お前は東大生だから、今やさ。東大生じゃないよ、受験生だよ、まだ。ね、うん。いやいや、そんなもん、いや、みんなで作って、事務所が作ればいいんだ、K ダッシュが。どう、それ K ダッシュステージの芸人しか出ないよ、そしたら。いやいや、そいろんな事務所も出ていいんすよ。それ誰が言うこと聞くんで、K ダッシュステージの言うことなんて。いや、その事務所単位で言ったら。いや、そんなね。ね。いや、あのね、うん、東京で、K ダッシュステージがステージ作って、うん、いろんな各事務所さんの芸人さん、うん、2組ずつ、毎日、お願いしますって小屋ができてもね、うん、どの事務所も耳貸してくれないよ。そんな、いや、なんで、なんでよ、うん、だって誰が言うのよそれを。まず誰が、各事務所人さん、うん、芸人さんお願いしますっていうことを。いや、それは D ちゃんとか言えばいいじゃん。誰が聞くんだよそんな。いや、どんな風に思われてんだよ。うちの事務所よ。大丈夫か。聞かない聞かない、それは聞かない。だから春日が作ったら一番ファンタジーのままいけんのよ。だから場所はどこにしようかなと思ってんのよ。いや、やだそれ。じゃあその私が、うん、まあ、ね、うん、100歩譲ってよ、うん、まあその、うん、立ち上がってやるとして、はいはい、うん、その費用はいろんな人がいただくよ、うん、いや、それはもちろん俺が出すよ全額。だって俺はお笑いを愛してるからさ。いや、なんなんだよ。え。それじゃそっちのかっこいいじゃんかよそれ。でもただ言わないでよ、俺が出したっていうのは。俺そういうなんかあんま、そういうのあんま表立って言われたくないから。言わない言わない言わない。言えや。頭悪いのかよ。何のために出すんだ金をよ。バカだれ。褒められたいんじゃないかよそんなもん。でもそのね、俺の構想、うん、町田春日劇場だけど。町田に作んのかい。いや誰も来ない町田は。え、里水が入り浸るだけだよそんなもん。いつも言うな、ま、町田春日劇場。町田は来ないよ。来ない。そんな遠くまでわざわざお笑い見に来るみたいな人いないでしょ。都心じゃないと。町田がお笑いのメッカって聞いたけどな。誰かよ、里水が言ってたけどね。一人で言ってるだけだよ、ほざいてるだけですよ。だからさ、むつみそをさ、お笑いの劇場に変えればいいんだよ。だってお前、だって、うん、むつみそなんてさ、今や顔だけ出して寝るような絵だと思う。いや別に毎晩そうやって寝てるわけじゃないんだよ。あれハプニングだね。あれハプニングだからね。いやいやいや、むつみそは狭いでしょ。だから顔だけ出して寝てるから、なんか歩くだと思って入ってきちゃった人いるってね、うん、教室だと思って。いない、ね、看板だと思って歩くだと思って入ってきちゃったってね。いないよ、いないよ。あ、そう、そんなもん。むつみそは狭い、狭いでしょそんな。いや、あれぐらいがいいんじゃない。お客さんだってそんなに毎日となると難しいでしょ。だって10人ぐらいしか入らんよ。いや違う違う、むつみそを取り壊すんだよ。あと、え、取り壊すの。当たり前じゃん。なんでお前の部屋を毎日各事務所の劇場に住んでんの。私はどこ住むのよそしたら。え、だからお前は取り壊した劇場の、うん、そのなんか支配人室みたいなとこで寝ればいいじゃん。いやいや、なんで住み込みで。うん、やだよそんなの。1階は、私の部屋でみたいな。いや、うん、大家さんもいるしさ、そんな無理よ。無理。そう。ああ、そう。そうね、一部屋。じゃあ、こうすればいいじゃん。一階はアパート、白い色のアパートっていうか、マンション。まあ、低層マンションみたいにして、うん、地下を、うん、その、劇場にすればいいじゃん。いや、TWF じゃないかよ。中野 TWF 方式じゃないかよ。土足厳禁でね。みんなお客さんが靴を持って入るっていうね。手に持って。出てたな。一番出てたんじゃねえか、そこが。ぜひ、出る方も靴下だしね、うん、見てる方も靴下っていうね。うん、あー、ダメか。そうしてほしいと思ったんだ。ダメよ。そんなもん。
さ、うん、ちゃんとしたのを作るんだったらやっぱりね、はいはいはい、事務所単位で動かないとそれ個人はなかなか難しいよ、うん、まあそうか。でなんかその薩長同盟じゃないけど、うん、なんかそのこう各事務所をくっつけるね、うん、人のその勝海舟役を春日海舟がやるしかないんじゃないかなと思って、すげえつまんねえこと言ってんな俺全然もう何の罪悪感っていうか、なんかうん、なんか ミスの気持ちもなく春日回収って言ってたな今堂々と。まずいね、まずいね、うん、まあどうだっていいんだけど、うん、そんなのちょっとお願いできないかな、ちょんまげ言ってさ。いやそれも勝回収に寄せるってこと、墓巻いて。そう、いやいやそれはさ、いや哲也さんお願いしますよ。哲也さん、うん、でね、哲也さん、いや哲也さんお願いできないだろ。哲也さんじゃないでしょ。いや武田哲也さん好きなの坂本龍馬だしさ。いやいや違う、春日回収の役やったことがあんのよ。あ、そうなの。で龍馬がやりたかったっていう話があんのよ。いやそこまでは知らなかった。あ、そう、うん、参ったな、どうしようかな。じゃあそれはだから事務所同士が、大人がちゃんとした、誰がそれをやるんだって。春日しかいないだろ。なんで私が入っていくのよ、おかしいな。 D ちゃんがその声かければいい。いやでも春日がバッコさんしかいないと思うんだよ。いやバッコなんか無理に決まってんだろうよ。あんなジャージ着てるような男を。お前それ毎回言うなよ。バッコの話するときに毎日ジャージ着てる男の話なんか誰も聞かないよ。春日がバッコじゃないとファンタジーなんねんだよな。まあまあまあ、でもね、まあまああればね、東大受験終わったら考えような。うん、まあまあ東大受験とエアロビと、うん、やってるから、それで劇場作るなんてプロジェクトが入ってきちゃったらもう、うん、回んなくなっちゃうよ。お前を叩かないから、だってお前はみんなにバカだと思われてるから。ちょっと待ってくれよ。おい、なんかバカがまた言ってんぜみたいな思われるから。誰も聞いてくんねえじゃんか、バカだと思われてたら。いやごめん、今は冗談で、今やお前はね東大をね受ける受験生だから誰もバカだと思ってないと思うよ、うん、いや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 。お前は東大生だから今や。東大生じゃないよ、受験生だよまだね。うん、いやいやそんなもん、いやみんなで作って、事務所が作ればいいんだ、 K ダッシュが。どう、え、それ K ダッシュステージの芸人しか出ないよ、うん、そしたら。いやいや、そいろんな事務所も出ていいんですよ。それは誰が言うこと聞くんで、 K ダッシュステージの言うことなんて。いやその事務所単位で言ったら、いやそんな ね、いやあのね、うん、あの東京で K ダッシュステージがステージ作って、うん、いろんな各事務所さんの芸人さん、うん、2組ずつ毎日お願いしますって小屋ができてもね、うん、どの事務所も耳貸してくれないよ、そんな。いや、なんで、なんでよ、うん、だって誰が言うのよそれを、まず誰だって各事務所人さん、うん、芸人さんお願いしますっていうことを。いやそれは D ちゃんとか言えばいい。誰が聞くんだよそんな。いやどんな風に思われてんだよ。うちの事務所よ。大丈夫か。聞かない聞かない、それは聞かない。だから春日が作ったら一番ファンタジーのままいけんねん。だから場所はどこにしようかなと思ってんね。いややだ、その私が、うん、まあね、うん、100歩譲ってよ、うん、まあその、うん、立ち上がってやるとして、はいはい、うん、その費用はいろんな人がいた、うん、いやそれはもちろん俺が出すよ全額。だって俺はお笑いを愛してるからさ。いや何なんだよ。え。それじゃそっちのかっこいいじゃんかよそれ。でもただ言わないでよ、俺が出したっていうのは。俺そういうなんかあんま、そういうのあんま表立って言われたくない。ああ、じゃあ言わない言わない。言えや。頭ありのかよ。何のために出すんだ金をよ。バカだれ。褒められたいんじゃないかよそんなもん。でもそのね、俺の構想、町田春日劇場だけど。町田に作んのかい。いや誰も来ない町田は。え？里水が入り浸るだけだよそんなもん。いつも言うな、ま、町田春日劇場、町田は来ないよ。来ない、そんな遠くまでわざわざお笑い見に来るみたいな人いないでしょ。都心じゃないと。町田がお笑いのメッカって聞いたけどな。誰かよ、その里水が言ってたけどね。一人で言ってるだけだよ、ほざいてるだけですよ。だからさ、むつみそをさ、お笑いの劇場に変えればいいんだよ。だってお前、だって、うん、むつみそなんてさ、うん、今や顔だけ出して寝るような絵いや別に毎晩そうやって寝てるわけじゃないんだよ。あれハプニングだね。ラブリングだからね。いやいや、むつみそは狭いでしょ。顔だけ出して寝てるから、うん、なんか歩くだと思って入ってきちゃった人いるってね、うん、教室だと思って。いない。看板だと思って。歩くだと思って入ってきちゃったってね。いないよ、言ってさ、今や顔だけ出して寝るような絵。いや、別に毎晩そうやって寝てるわけじゃないんだよ。あれハプニングだね。
ラムリングだからね。いやいや、むつみそは狭いでしょ。だ顔だけ出して寝てるから、うん、なんか歩くだと思って入ってきちゃった人いるってね、うん、教室だと思って。いない。看板だと思って。歩くだと思って入ってきちゃったってね。いないよ、いないよ。あ、そう？そんなもん。むつみそは狭い狭いでしょそんな。いやあれぐらいがいいんじゃない。お客さんだってそんなに毎日となると難しいでしょ。だって10人ぐらいしか入らんよ。いや違う違う、むつみそを取り壊すんだよ、うん、あと、え、取り壊すの。当たり前じゃん。なんでお前の部屋を毎日各事務所の劇場に住んだよ。私はどこ住むのよそしたら。え、だからお前は取り壊した劇場の、うん、そのなんか支配人室みたいなとこで寝ればいいじゃない。いやいや、なんで住み込みで、うん、やだよそんなの。1階は、私の部屋でみたいな。いや、大家さんもいるしさ、そんな無理よ。無理。ああ、そう、うん、そうね、一部屋。じゃあこうすればいいじゃん。1階はアパート、白い 色のアパートっていうかマンション、まあ、低層マンションみたいにして、うん、地下を、うん、その劇場にすればいいじゃない。いや、 TWF じゃないかよ。中の TWF 方式じゃないかよ。土足厳禁でね、みんなお客さんが靴を持って入るっていうね。手に持って出てたな。一番出てたんじゃねえか、そこが。ぜひ出る方も靴下だしね、うん、見てる方も靴下っていうね、うん、あー、ダメか。そうしてほしいと思ったんだ。ダメよ、うん、そんなもんさ、ちゃんとしたのを作るんだったらやっぱりね、うん、事務所単位で動かないと、それ個人はなかなか難しいよ、うん、まあそうか。で、なんかその殺鳥同盟じゃないけど、うん、なんかそのこう各事務所をくっつけるね、うん、人のその勝回収役を春日回収がやるしかないんじゃないかなと思って。すげえつまんねえこと言ってんな俺。全然もう何の罪悪感っていうか、なんか、うん、なんかミスの気持ちもなく春日回収って言ってたな今堂々と。まずいね、まずいね、うん、まあどうだっていいんだけど、うん、そんなのちょっとお願いできないかな。ちょんまげ言ってさ。いや、それも勝海舟に寄せるってこと、墓参りで。そう。いやいや、それはさ。いや、哲也さんお願いしますよ。哲也さん、うん。でね、哲也さんって。いや、哲也さんお願いします。哲也さんじゃないでしょ。ああ、そう。いや、武田哲也さん好きなの、坂本龍馬だしさ。いやいや、違う、勝海舟の役やったことがあんのよ。あ、そうなの。で、龍馬がやりたかったっていう話があんのよ。いや、そこまでは知らなかった。あ、そう、うん、参ったな。どうしようかな。じゃあそれはだから事務所同士が、大人がちゃんとした、で誰がそれをやるんだって。春日しかいないだろ。なんで私が入っていくのよ、おかしいな。 D ちゃんがその声かければいいんじゃない。いや、でも